三条京阪駅は、京都府京都市東山区大橋町にある京都市営地下鉄東西線の駅。駅番号は T11。地下鉄開業以前の京阪京新線時代は三条駅、または京新三条駅。京阪電気鉄道本線、大東線の三条駅と地下の改札外コンコースを通じてつながっている。駅施設は、 第三セクターである京都高速鉄道株式会社が建設した。なお、京阪京神線の五両駅から京神三条駅までが地下鉄東西線に置き換えられて廃止となった経緯から当初は京神三条駅の後継にあたる当駅までの乗り入れを予定していた。しかし、当駅付近では折り返し線など運転のために必要なスペースが確保できなかったため、 開業時は一駅先の京都市役所前駅までの乗り入れとなった。ホームは地下4層にあり、他の東西線の駅と同様、伏線島式ホームでホームドアが設置されている。東西線の駅は駅ごとにステーションカラーが制定されており、当駅のステーションカラーはボタン色である。2019年度の1日平均乗降人員は27,096人である。 近年の1日平均条項、乗車人員の推移は下記の通り、地下鉄開業以前からバス停の名称や地域名として三条京阪と呼ばれている。これは周辺の地名ではなく、京阪三条駅前のことを三条通り京阪前と呼んでいたものが変化したもの。なお、京阪の駅名は三条駅となっており、京阪を管しない。ありがとうございます。